どうもサクサクミルク赤崎です。はい、メンズ赤星です。はい、なんかチラッと見られましたけど、始まりのタイミングが分かんなかったですね。僕から喋るんで、ね、よろしくお願いします。はい、今日ラーメン一六屋磯子本店ですね。磯子本店、はい、ですね。こちら JR 根岸線磯子駅西口から徒歩5分、はい、もっと近いかもしれないですね。あ、マジで。はい、はい、こちら一発屋一角屋などのね、一系の総本山として知られます。はい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 、はい、まあまあでもね、まあ、一発屋とか一角屋別で作ってるんで、直接ののれん分けとかじゃないと思うんですけど、はい、うん、まあ、吉村屋からののれん分けではなくて、まあ、独自の立ち上げでできた店でございます。はい、国道16号線沿いにあるからということで、あ、16が16と16屋ということですね。なるほど、そうだったんですか。はい、僕も最近知りました。もろ地元なんですよね、ここも。あ、なるほど、ね。はい、食券で、一系なんで、やっぱ醤油、味噌、塩などね、塩いっぱいありますね。はい、つけ麺と油そばもあるってことから、最近珍しい。そう、この時気づいて俺、あ、なるほどね、めちゃめちゃあるやんっていう。はい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 。これ僕はラーメンの醤油、醤油は、はい、基本いつもこれですね、僕は。はい、なるほどね。通い詰めてたんですけども、ご実家から近いということでね。めちゃめちゃ近いです、こちら、一番近いかもしれないね。あ、なるほどね。ラーメンなり麺固め、はい、あとは普通ですね。で、うずらを増してます、ちょっと。はいはいはい、はい、いつもデフォルトで1個なんですけど、あー結構入ってますね、今回うずらが。はい、後ほど見ていく感じですね。はい、食べていきましょう。まずはスープからいきましょうね。はい、はい、はい、あ、飲んどる飲んどる。飲んどるわ。まあ、ちょっとね、一系といえばなんかクリーミーなスープが印象的なんですよ。なんかちょっと久々に食べたら、なんか醤油度が強いかなっていう。あ、醤油感増してましたか。はい、麺はね、はい、食べていきましょうか。麺ね、つるつるといっちゃいますけど、長田製麺の特製で、はいはいはい、まあ、これ直径に比べて、まあ、つるつる度が多いというか、まあ、ちぎれてない感じですね。あ、なるほどね。直径はもっとなんかちぎれてる直太麺という感じなんですけども、はい、あ、で、ほうれん草ね。あ、なるほどね。あ、大森店は、うん、ほうれん草無料だったんですよね。あ、私は調べてきました。はい、はい、今知りました、これ僕。これはね、はい、行こうと思ったんです。閉店してるんですね。まあ大森はそうなんですよ。はい、あ、で、玉ねぎ、玉ねぎ、あ、これも結構一系のチェーン店だとおなじみの、うんうん、あ、そう、まあ確かに一角屋でも入ってますよね、これ。はい、ね、なんで僕、うん、一六屋って、あ、一六屋もあんのって逆に。いや、逆に、あ、一六屋にもあったんだって改めて見たら、ね、はい、あ、チャーシューですね。チャーシュー来ました。はい、めちゃめちゃね、ほろっとしてましてね。あ、なんかそれ、今見た感じもそうですよね。うん、まあ、ほぼ崩れてましたね。まあまあ、そうなんですよね。これは、めちゃめちゃ美味しかったです。うん、あ、で、うずら。あ、で、そのうずら来ましたね、これね。うん、ええ、まあ、代名詞ですよ、やっぱり。ははは、まあ、このうずらが入ってるのを広めたのはやっぱり一六屋ですからね。ああ、なんかそういうプロモーションがあったのかな、やっぱり。はい、めちゃめちゃ食べていきます、うん、これね。はい、まあ、1個ずつ食べるんですね、はい、単体でいきますね。はい、何かと組み合わせるわけではないんだ。ちょっと黄身を割ってなんか汁に浸すとかそういうのないですね。ないんだ、はい、うずら自体が食べる。はい、ライス入ってきましたね。あ、来ましたね、ニンニク、ええ、そして、あ、そして豆板醤。豆板醤も、はい、まだまだいきます。まだいく。ごま、ごまか。はい、ライスもマシマシのトッピングでいくんですね。まあまあそうですよ、それは、あ、来ました。ヤマンブラックペッパー、一番大きいやつだこれ。あ、そうなんですか。角缶、うん、まあ、かけていきまして、これ何なんですか、ライスだね。いや、これね、これ注意してみたらあったんだよ、これ。あ、マジ、今まで気づかなくて。どんな味すんのこれ、ライスだね。もうね、激濃いっすね。激濃いの。でもちょっとまろやかさもあるというか。あ、そうなんだ。はい、成分は全く分かりません。なんかごま味噌にも見えた。あ、そうですね、確かに。お醤油系なんだ、どっちか。味噌かもしれないですね。味噌かもしんねえのか。いっぱいこう入れてるから。でも今ちょっと出ましたけど、ね、ライスカスタム。あ、ライスカスタム。ニンニク、豆板醤、ごま、胡椒、はい、この組み合わせを作ったのは一六屋ですからね。あ、そうなんだね。待ってくれ、なんだよこれは。書き込みの映像はちょっとね。いや、ちょっと待って、俺この時さ、書き込んでるとこあえてさ、書き込んでる、いや、映んないようにしてたよ。いやいや、もう音がちょっときつかったんで。いやいや、音は俺らの声で隠れるからさ。いやいや、ちょっともう本当にこれはね、危ないと思ったんで一回、ちょ待ってよ、思い出の店なのよ、まあ、一番近いの、家から、実家から。なこの終わり方。セント力 83.6 ですよ。何これ。いや、ちょっとね、聞き込みがちょっとな、怪しいな。そうでしょうね。どんな終わり方なの。まあでも海苔をね、かき混ぜてるところはすごく美味しそうに見えたんで。あ、そうでしょう。まあ、やっぱね、やっぱ都内で、やっぱいろいろね、チェーン化してるラーメン屋ってのはやっぱここの一六屋をね、模倣にしてると思ってるんで。あー、なるほどね。なんで、どちらかというと、うん、普段ね、そういった店に行ってる方にはおなじみなのかなっていう。でもね、
やっぱなんかそういうのが増えて、僕も食べてるんで、はいはい、たまにね、なんかものすごいクリーミーな白くて、まあそうだね、その印象が強くて、本家行くと逆にあれ醤油濃くねみたいな、ああそれは錯覚なのか、あ、なるほど、実際本家がそことの差別化であえて濃くしてんのかはちょっと分かんないんですけど、どっちらが、いやでもさ、やっぱ三重県総本山吉村屋の醤油を知って、はい、その前にさインスパイアされてる家系で食べると、こんな醤油違うのみたいな、あ、なる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 じゃん、それはなる、そこじゃないっすか、そのギャップの違いもありつつ、気のせいなんかな、ネットとか見るとね、そういう俺と同じね感想持ってる人がいるんだよ、あ、いるんだ、ちょいちょい、でも謎です、でもなんか店主の方は変えてないですよって言ってるって説があるんで、あ、ちょっともう店員特選激アツなんで、あ、確かにね、杉田屋、新杉田ので、隣磯子の一六屋で、隣根岸に千屋って店もあるんで、千屋に千屋にも混んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします、ごちそうさまでした、ありがとうございました。